半蜘蛛会は、中華民国、満州国の政治家、実業家。名は、楽隆、地字の雲会で知られる。新国の法典の裕福な家庭で生まれた。学生時代は日本に留学し、1917年、名古屋高等工業学校を卒業した。日本語を流暢に話せた。その後、実業家として活動し、山城広鹿電機講師総理。 当は実業講師総理、アジア政府講師総弁、東華総合金融会社社長、ハルビン公益処理事などを歴任した。1924年、南北満実業課代表として、欧米視察に赴いている。1931年、満州事変が勃発すると、ハンクモ会は、板垣聖司郎と連絡を取り、馬仙山の勧誘に赴いている。 そして国力交渉政府参議となり、満州国建国後の1932年9月には国力交渉省庁として抜擢された。ところが、翌1933年5月、馬の財産27万元のうち10万元を不法に着服するなど特色行為に及んだとして、満州国監察院長代理の品川主刑に摘発され、翌月21日に省庁を罷免された。 1935年5月25日、新京特別支支長として復帰し、1937年5月7日には財政部大臣に任せられた。7月からは財政部から経済部への改祖に伴い、そのまま経済部大臣となる。経済部大臣時代には、満州国からヨーロッパの日本の友好国に派遣された、満州帝国就航経済施設団の団長となる。 アマカス・マサヒコラ団員を率いて、スペインとドイツ、イタリアとバチカンなどを訪問し、ピウス12世やベニート、ムッソリーニ、アドルフ・ヒトラーらと会談した。しかし、1940年5月16日、ハンクモカイは経済部大臣を罷免された。鋼鉄の原因は、農地強制買収や産業統制を批判したことにより、日本側の圧力を受けたためとされる。 その後、満州電業株式会社理事長に転じた。1945年7月、戦力観察史などに認じられている。同年8月、ソ連が対日戦線を行うと、ハンクモ会は満州国の崩壊を悟り帰郷する。さらに自身の死亡説を流しつつ、密かに台湾へ逃亡した。その後、中国国民党政府が台湾に戦都してきたことに、 伴い、藩は日本へ亡命している。日本では超育松らと共に、遠釈さんの支持とされる反響の言論活動に従事した。理財能力のあった藩は日本での生活が裕福であったとされる。後年にアメリカへ移り、1982年、カリフォルニア州で病没、去年89、東京朝日新聞1937年5月8日、勇敢。 ありがとうございます。